キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。今日は可愛いお城作り。何それ楽しそう。それじゃあこのお城の作り方の本を見ながら進めていこう。オッケー。お城作り上手に作れるようにいいねで応援してね。まずはクォーツブロックを使ってお城の土台を作るだって。確か白いブロックこれだ。それは白のコンクリートブロックでしょ。なんですと。クォーツブロックはこれ。色が似てるから間違えちゃダメだよ。わかった。トントコトントントン。カン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 。あいつら何やってんだ。お城作り。カカカ。いいこと思いついたぞ。丸い黒板に。丸い黒板に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。よし、土台完成。次は何するの。1階のお部屋を作ろう。さっきと同じクォーツブロックを使うみたい。またクォーツブロック。僕ガラスのお部屋がいい。それじゃあ中がスケスケのお部屋になっちゃうじゃん。絶対嫌だよ。なんでなんで。クォーツブロックだからね。わかった。うん。まずは壁を作って、トントントン。よし、チャンスだ。この城雪ブロックにすり替えてやる。あいつらの驚いた顔が目に浮かぶぜ。ガーガーガー。よいしょよいしょ、できた。ってクモリン、クォーツブロック使ってって言ったでしょ。こっちの方がかっこいいじゃん。かっこよくないわ。しかもこれだとバナナの隠し場所も丸わかりだけどいいの？なんですと？早く直さなきゃ。ん？クモリン、私の作った壁にもなんかしたでしょ。知らないよ。だってこれクォーツブロックじゃないのが混ざってるもん。本当だ。でもそれ僕じゃないって。クモリン以外に誰がいるの？本当に違うんだってば。ガー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 。あいつら混乱してやがる。このまま他の場所もすり替えてやるぜ。でも意外と悪くないかも。ガラスブロック、そっちじゃなくて雪ブロック。なんでそっちか。ここまで作ったけど氷のお城に変更もありだね。氷のお城全部作り直すのは大変だから壁だけ雪ブロックに統一しよう。オッケー。タンタンタン。カン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 。オラ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 。入り口は氷塊ブロックも一緒に使ってもっとおしゃれに。階段も氷の階段にしよう。ツルツル滑るから気をつけて登ってね。はーい。よし、1階完成。次は2階。2階の壁はガラスブロックでー。雪ブロックでしょ。キイ。あとは上から外を眺める場所も欲しいね。いいね。そこで優雅にバナナでも食べようかな。そんなところでバナナ、もっと高級なもの食べようよ。おっきなケーキとかさ。バナナケーキいいね。結局バナナかい。まあいいか。とりあえず2階もできたよ。やったやった。ガーガーガー。あいつら気づかずに作ってやがる。バカめ。俺様がへんてこな城に仕上げてやるぜ。今度は最上階ね。下の階よりも小さめに作るとバランスがよく見えるんだって。なるほど。早速作ってみよう。カンカンカン。トントコトントントン。いい感じ。一番上の階だし、お宝とか置いて豪華にしようよ。それいいね。なんやたくさん、ポンポンポン。強い防具も置いちゃおう。これで完成。最初言ってた城と変わってねえか。確かクォーツブロックって言ってたよな。
俺様の見間違いなのか。最後は周りに4つの塔を立てて完成だよ。オッケー。まずは1つ目、雪ブロックをポン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 。屋根を氷塊ブロックで作ったら塔の完成。これをあと2つ作るんだね。3つでしょ。間違えた。よいしょよいしょ。えいや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 、できた。すごい豪華になったね。上手にできてよかった。おい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 、お前ら何やってくれてんだよ。わ、ノイズ、そんなに慌ててどうしたの。お前ら普通の城作ってたんじゃないのか。なんでいつの間に変わってんだよ。こういうお城も悪くないでしょ。そうじゃねえ、これじゃいたずらの意味がねえじゃねえか。あ、雪ブロックにすり替えたのってノイズだったの。そうさ、驚いたろ。でしょ。そうだったんだ。おかげでいいお城が作れたよ。ありがとう。お前らに感謝されたくていたずらしたんじゃねえ。にゃー、次は覚えとけよ。あれ、行っちゃった。とりあえず何もなくてよかったね。そうだね。ねえねえ、これからお城でお姫様ごっこしよう。僕王様やりたい。ダメ、クモリンは召使い。僕もバナナを無限に持ってこいとか命令してみたいのに。それは王様のやることじゃないわ。ん、なんか降ってきた。なにこれ、手紙。このお城はいただいた。返して欲しければお城の最上階まで来い。僕たちが作ったお城が盗まれちゃったの。どどどどどうしよう。なんとかしてお城を取り返さないと。バナナあげたら返してくれないかな。そんなので返してもらえるわけないでしょ。なんですと。とりあえずお城に突入だ。やるぞやるぞやるぞ。あれ、なにこれ。作った覚えのないものがたくさんあるよ。僕たちのお城改造されちゃったの。そうみたい。まあとりあえず進むしかないね。まずはアスレチックか。余裕余裕。よっと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 。全然ダメじゃん。だってこの床スルスル滑るんだもん。滑るならゆっくり渡らないと。ゆっくりと。あーあちゃー。あ、いいこと思いついた。ゲンゲンポーン。それじゃあ逆に難しいでしょ。いい作戦だと思ったのに。一個一個ゆっくり進むんだよ。よいしょよいしょよいしょ。そうそう、もう少し。よいと。いけた。ナイスナイス。次はクイズだ。なになに。童謡雪の歌にある雪やこんこあられやこんこのこんことはどういう意味でしょうか。だって。1、ふれ。2、やめ。3、寒い。コン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 。あ、キツネ。答えはキツネでしょう。キツネは選択肢にないでしょ。あれ、おかしいな。わかった。雪が降ると寒くなるから3番の寒いだ。いやー、はずれみたい。違うの？じゃあ2番のやめだ。これも違う。残った1番のフレが正解なの。へえ、面白いね。2つ目のクイズは、神様を祀る行事だったものはどれでしょう。だって。1、雪だるま。2、鎌倉。3、雪合戦。絶対3の雪合戦でしょ。神様が襲われないように悪者をやっつけた。
私は雪だるまだと思うな。神様に見立てて一緒にご飯食べたりとか。いや、雪合戦だって。雪だるまだよ。じゃあどっちが当たりか確認しよう。そうだね。いやー、どっちも外れ。それじゃあ答えは鎌倉だね。鎌倉？こんな雪のお家だよ。なになに？昔は鎌倉の中にお賽銭を投げて願い事をしてたんだって。鎌倉ってすごいんだね。最後の問題だって。沖縄で雪が降った回数は何回？ 1.0 回、 2.1 回、 3.2 回。沖縄ってどこ？日本のずっと下の方にある一番あったかい県だね。一番あったかいなら雪は降らない。一番の0回だ。へえ、1回くらいやりそうだけどな。じゃあもう1回答え合わせしよう。いいよ、次は当てるよ。オーマイガー、ダメなの？答えは2回。もうこんなのわかんないよ。悔しい。クイズは全部外れちゃったけど、次は頑張ろう。えいえい、うん。ゾンビ、いやー、僕に任せて。えいえいえい、えいえいえい、えいやー。どうだ、いけ。あと1体残ってるよ。えいえいえい。ふぅ、これで全部やっつけたね。うん、これ何？宝箱？お宝かな。開けちゃえ。何これ？ここはさっき通ったよね。そうだっけ？忘れてるんかい。スタート地点だよ。え、嘘。最初からなの？もうやだ。やった、やっとここまで戻れた。もう一回開けたらお宝入ってるかな？入ってるわけないでしょ。残念。ほら、最上階はここから行けるよ。この先に何があるんだろう。警戒しながら進もうね。雪の女王。この人を倒せばお城を取り返せるんだね。よーし、行くぞ。おりゃ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 。気をつけて。自分の身を守ることも大事だよ。一旦回復回復。そうそう、その調子。いやー、そんなについてこないで。少し距離を取りながら隙を見つけて攻撃。ここだ。えいえいえい。もっともっと、いけいけ。おりゃー、ふんふん、やっつけた。やったね、くもりん。やっほー。今回の僕の活躍どうだった？かっこよかったよってお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えてね。うん。どうしたの、くもりん。今回はお城を守れたけど、また奪いに来るかもしれないよね。そしたら取り返せばいいだけだよ。あ、そうだ、マグマのお城にしたら取られないかも。危なすぎて誰も入れないでしょうが。そうだ、みんなもお城作ってみて。お城をもっと豪華にしていこう。イエーイ。塔の間に城壁を加えるとすっごくいい感じになるんだ。こんな感じで2個目の壁を作るイメージ。高さは2階くらいまでがベストだね。なんかジグザグしててかっこいい。みんなも真似して作ってみてね。おはよう、サンサン。くもりん、おはよう。今日は何して遊ぼうかな。もう先生が来るから遊ぶ時間はないよ。なんですと？あ、サンサン見て。どうしたの？雪だ。本当だ。でも天気予報だと今日は晴れだったような。雪合戦、やるぞやるぞやるぞ。だから先生が来るから遊べないよ。ほら、先生来ちゃったよ。うん、先生の様子おかしくない？
先生が雪女に変身した。どういうこと。わからないけど、なんだか嫌な予感が。わー、なに飛ばされる。吹雪収まったみたいだね。うわー、教室が雪だらけだよ。本当だ。でも雪女がいなくなっているよ。雪女は何をしに来たんだろう。あれ、さっきまで一緒にいた子供村人もいなくなってる。もしかして雪女に誘拐されちゃった。そうかも。よし、僕たちで助けに行こう。でも雪女の場所がわからないよ。実は雪山の洞窟に雪女が住んでるっていう噂があるんだよね。子供村人はその洞窟に連れて行かれたんだね。よし、子供村人の救出に出発だ。やるぞ。子供村人を救出できるようにいいねで応援してね。洞窟発見。まさに雪女の住みかって感じだね。早くしないと凍っちゃうよ。それは早くしないと。あ、分かれ道だよ。どっちに行けばいいの。とりあえず左に行ってみよう。行き止まりじゃん。でも奥に何かあるよ。妖精さんが閉じ込められてる。助けてあげたいけど、僕たちじゃこの檻を壊せそうにないね。ねえ、なんか本があるよ。ちょっと読んでみるね。なぞなぞ、銀色のペンを持っている鳥は、だってこれを解けば何か起きるのかも。全然わかんないよ。考えすぎて頭が沸騰しそうだよ。僕はわかったかも。教えて。答えはペンギンだよ。なるほど。これで何が起きるんだろう。檻が壊れたよ。何かくれたよ。炎の実。なんだか体が温かくなりそうな実だね。それよりさっきの分かれ道に戻ろう。もうこの道どこまで続いてるの。何かうなり声がするような。何の声。大量ゾンビだ。こんなにたくさん倒せないよ。氷の上をうまくジャンプしていけば戦わなくてもいけそうだよ。でももし落ちたら大量のゾンビに襲われちゃうね。氷の上だからツルツル滑って難しいね。頑張って、サンサン。あれ、何か割れる音がしない。わー、ここ氷が割れてきてるよ。早く行かないと落ちちゃう。急いで。滑って落ちてもいけないし難しいよ。ファイト。そりゃたどり着いたね。よし、先へ進もう。なんか変な部屋だね。奥に扉があるけど、やっぱり開かなさそうだね。ねえ、数字のボタンがあるよ。これは扉を開くパスワードかも。でも数字がわからないから何かヒントを探さないと。まずは部屋を見渡してみよう。何も見つからないよ。この絵がなんか怪しい気がするんだよね。絵の中に吸い込まれる。もう何やってんの。本当に入れちゃうの。中にチェストがあるみたい。開けてみよう。もう遠距。まあとりあえず持っていこうか。他に変わったところは。あ、壁に小さな穴があるよ。本当だ。でもこれ小さすぎるよ。穴の奥に何か書いてあるけど、遠すぎてなんて書いてあるか読めないよ。そうだ、さっき手に入れた望遠鏡を使えばいいんだよ。どれどれ。これパスワードの数字かも。早速入力しに行こう。それ。いい、これで通れるぞ。子供村人大丈夫かな。先を急がなくちゃね。雪女だ。子供村人もいるよ。また吹雪。前に進めない。ああ、
今はこれしかない。いただきます。辛い。なになになに、辛いよ。本当に炎の魔法が使えた。ひー、あれ雪女がサンサンの火で弱ってる。よし、このまま雪女を倒しちゃえ。なんだかわかんなかったけど、退治できたならよかった。炎の実そんなに辛かったの？今までで一番辛かった。でも体がすっごくポカポカしてるよ。ミョコはイミャニミョ凍りつきそう。くぼり？そうだ、この炎の実を食べさせれば。氷漬けになるよりもマシだよね。そうだ。でも体がポカポカ。4つの家から当たりを探せ、ドキドキお家当てゲーム。イエーイ、ヒューヒュー。当たりのお家には豪華な景品が入ってるわよ。よし、頑張るぞ。やるぞやるぞやるぞ。ただし外れの家を選んだ場合はいろんな障害をクリアして脱出してもらうわ。挑戦は3回まで。よーく考えて選んでね。オッケー。当たりのお部屋行けるようにいいねで応援してね。それじゃあ1回目、どこの家にする？ここ金の家。いや、ここは木材の家だよ。そこが一番外れって感じする。まあ普通はそうだろうな。だが俺はその裏を読む。よくわかんない。金の家にしようよ。いや、木材だ。こらこら、二人とも喧嘩するならこのゲームはなしよ。ごめん、ちょっと熱くなりすぎちゃった。僕こそごめんね。いいよ。じゃあさ、先にクモリンが選んだ金の家に行こう。ダメだったら木材の家に行ってみるのはどうかな。賛成賛成。二人とも行きたい場所は決まったようね。それじゃ行ってらっしゃい。レッツゴー。オーマイガー、マグマだ。絶対外れじゃん。まあもう入っちゃったし脱出を目指そう。これをクリアすればいいのかな。多分そうだね。こんなの一発クリアしちゃうよ。いやダメじゃねえか。今のは練習だから、次が本番。結局ダメじゃねえか。ここはこうやって、よっよっよっと。どう？うまいでしょ。ミミすごい。僕もかっこいいところ見せるぞ。じゃあこっち頑張れクモリン。オッケー。トントントン。もう少し。ダメわー。あーちゃー、もう一回。ほいほいほい。あ、いけた。ナイスクモリン。クモリン天才です。もうすぐで出口みたい。早く行こう。ほいほい。よいしょよいしょ。いやー、わーい、出られた。二人ともお帰りなさい。次に入る家は決まってるかしら。さっきビビーと約束した木材の家。わかったわ。今度は当たって。あれ、なんかボロボロのお家。お宝の匂いはスン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 しません。匂いでお宝がわかるの？わかんない。わかんないんかい。まあどっちにしろ外れの家だったね。ここは何したらいいんだろう。この部屋はモンスターを10体倒すと出られるわ。二人とも頑張って。10体？ゾンビ10体なら余裕じゃん。必ずしもゾンビが出てくるとは言ってないよ。とりあえずここ入ってみようよ。わかった。やだー、助けてー。うわー、スケルトン何匹いるの？
なら行けそうだね。いいいい。やっと2匹倒したね。この調子で他のところも。いやー、今度は何？クリーパーが。あ、でも爆発したからやっつけたことになるんじゃ。残念、クリーパーの爆発は無効よ。ガーン。じゃあもっと頑張らないと。えいえい。おら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 、こっちも。えいえいえい。残り1体。こことかどうかな。なんかここだけ異常に危ないオーラを放ってねえか。エンダードラゴン、出たい出たい。うう、防具なしでエンダードラゴンは無理だよ。うん、他に倒せそうなモンスターいないかな。クモリ後ろ。あっちあっち、おらら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 。た、助かった。ブレイズがどっから来たのか知らないけど、無事に10体達成だ。わーい、早く出よう。ちゃんと帰ってこられたみたいね。じゃあ最後の選択といきましょうか。迷うな。こっち、絶対こっち。ここはクモリンの直感を信じてみるか。僕に任せて。あれ、おいおい、ハズレじゃねえか。うそー。まあしょうがないか。ここを出るためには秘密の鍵が必要みたいだから探そう。あやいさん、目の前の扉がすごく怪しいけど、まだ手がかりはないし後でだね。まずはここから見ていこう。しりとりを完成させようって書いてあるね。ゴリラ、ゴマ、ラクダ、リンゴ、バナナ、団子の中から当てはめるんだ。しりとり、バナナ。なんでそうなるんだよ。え、バナナから始めた方がいいじゃん。しりとりからつながるんだから、ここはリンゴだよ。なるほど。次は5だから、ゴリラか、ゴマだね。ゴリラだ。その後に、ラクダ。その次は、団子。最後は、バナナ。違うだろ。何しとん。ゴマで終わり。枠が5個で、1個余るから、バナナはいらないよ。バナナが、入らないなんて。とりあえず、しりとりの答えはこれで正解みたい。なんかカードもらった。これで出られるかな。試してみよう。開かない。そしたら他の扉を開けるカードかな。こっちこっち。また新しい部屋だ。部屋の中からアイテムを探して正しい数を入力だって。このヒントを見ながら完成させればいいのかな。ってことは本棚が5個でチェストが2つ、松明が6本、チューリップが3つ。これを順番に並べると6、2、5、3か。えい。あれ、開かない。数え間違えたかな。もう一回確認してみよう。おかしいな、合ってるはずなんだけど。あ、見っけ、チューリップ。チェストの中に1本隠されてたのか。ということは6254だ。知らんだ。また鍵入ってるよ。今度は出られるかな。キラケー5万。やった、開いた。お疲れ様、2人とも。やっと出られた。でも3つとも外れのお家当てちゃったね。今回は残念だったわね。ただ当たりの家はどんなお部屋だったか気になるわよね。今回は特別に紹介しちゃうわ。やったー。じゃーん、こんな感じよ。わー、すごい豪華なお部屋だね。うーん、ここのお宝の部屋当てたかった。また次頑張りましょう。今回のゲームどうだったかしら。面白かったよってお友達はいいねを押してね。僕、お宝だらけの家に住みたいな。なんで？お
王様の気分になれそう。ふんふんふん、今日はバナナをありったけ持ってこーい。とか、そんな王様いるか。そうだ、バナナの家も作ってくださーい。サウサウキッズゲームス。